<laughs> またあなたに少し近づけた気がしますうわあ相変わらず不気味なところだな調べる必要がなかったらオイラ絶対にこんなところ来なかった <laughs> 旅人とパイモンまさかこんなところで会うとはどうしてエンヒがここにいるんだいつもはリーユエコーで仕事してるだろなんでまたこんな人のいないところにああ、実は今回少し特殊な仕事を受けたんだだが双眼鏡炎の底がこんな風になっていたとはね私もこの目で見るのは初めてだああ それよりも2人にお願いがあるんだ何者かが私のことを探していてなもし私のことを聞かれたら見ていないと答えてくれないかえ何があったんだ違うんだでも説明すると長くなるとにかくうまくごまかしてくれじゃあまたな エンヒのやつを本当に言っちゃったな、うん、どうしようおいらなんだか急に怖くなってきたぞあいつ法を破ってここまで逃げてきたんじゃないよな、ま、考えが甘いぞ世の中はなすっごく複雑なんだ最悪の事態を想定しておかないと 万が一何かあったらオイラたちエンヒの共犯者になっちゃうぞだいやここはエンヒをかばってやるべきかえー、それともおいそこのお前 聞いたことあるような<がっ> <laughs> まさかこんなところでお前らに会えるとはななんだお,お前たちその様子からして相変わらず愉快に過ごしてるみたいだな俺様もだぜ はじめまして荒滝派の久喜忍ですへへへ忘れるところだったぜ紹介してやるこいつは俺ら荒滝派の中でも一番のやりて忍だおお荒滝派の人だったんだなこいつは花見坂で活動する巣ごでなんだぜ荒滝派に入んのも当然の流れだなしかもだ あらたきゃの厄介事とはいつも忍がやってくれてるなんならお前たちの面倒も忍が見てやってもいいぞ親分の友人ならば私の友人でもある旅人にパイモン2人ともあえて光栄だおいいやつだなじゃあおいらも忍ぶって呼んでいいかああ今後ともよろしく頼む実は 近いうちに二人には世話になりそうな予感がするんだでもいっとさっき「あらたき派のやっかことはすぐがやってくれてるって言ったよなそれならしのぶの方が親分にふさわしくないかバカなこと言うんじゃねえパイモン親分はこの俺様に決まってんだろ天下第一花見坂荒らたき派の親分は この俺様以外にありえねえなるほどダメ親分と凄腕の部下ってとこでねおい <laughs> まあい,いお前のその小さな脳みそじゃ理解できないのも無理ないことここは俺様が大人になってやるそれよりも本題に入ろうお前ら桃色の髪をしたほうんとかかを見なかったか 物知りで小柄で変な帽子をかぶってるやつなんだが。りゆえの法律家でなおえんひという。二人なら知ってると思ったんだが。見たこともあったこともないそう。お知り合いだ。うん。あったことあるみてだな。 ビクビクしてんのが見え見えだぜどうやらつぼしのようだな嘘をつくとき人は無意識に目が泳ぐものだパイモンだが安心してくれ私たちに悪意はないお前ら栄比のことを知ってるのか知ってるの何もそいつは俺様の命の恩人なんだ命の恩人 あれそういえば2人は何しに双眼鏡炎まで来たんだ最近稲妻の鎖国令が解除されたことは知ってるか忍は卒業証書を取りにリーウェに来たんだだが一人で遠出するのは危険だろだから俺もついてきたってわけだ卒業証書リーウェの学校にでも通ってたのか あリーユへの同文学塾で法学を学んでいたただ残念ながら卒業前に一度実家へ帰ったところちょうど鎖国が始まってしまってなそれで卒業証書をもらうのが数年遅れてしまったんだリーウェ校で用事を済ませるため並んでいたところ親分が洗顔軍と揉め始めてな連行されそうになった親分を通りがかった縁比さんが助けてくれたんだ あの恩人の助けがなければ今頃はリーウェの牢屋んだからだからその例に彼女を手伝ってやりてんだよだが手伝いは不要だと言われちまったそんなことあり得ると思うか生きてりゃ何かしら困った鬼婆ばが言ってたんだ男なら恩人も悔いるべきだってなたとえ剣の山に登り 火の海に飛び込むことになろうともこの新たき一頭、あの法律家を助けると心に固く決めたんだじゃあもしエンがお前の助けを必要としてなかったらどうするつもりなんだそうそんなこと <laughs> ありえねえな絶対にありえねえ旅人 おお、そうか恩にきんぜんじゃ俺たち恩人さん俺様が駆けつけるまで持ちこたえろよありがとうじゃあまたさっきわざとイットに嘘ついただろう多分しのぶはお前の言ったことを信じてなかったと思うぞそれかイットがあまりにしつこいからエンヒに迷惑かけないように。 ぶも配慮したのかもあのしのぶってやつなかなか切れものだなこれでも縁んを探すやつはいないはずだあとで本人に会ったらこのことを教えてやろうぜよしじゃあオイラたちは柱がぶつかったところに行こう さすがは旅人とパイモンあの派手な見た目をした兄ちゃんだがあまりに情熱的で困っていたんだ普段なら友達になれたかもしれないがあいにく今日は用事があってなお,うおわざわざこんな変なところに来るなんていったいどんな用事なんだまさかお前も冒険者になりたいとか私は法律家だ たまに遠くへ出張することもある今回この双眼鏡縁に来たのもある遺言のためだ遺言ああとある古書にあったのを見つけたんだ昔の貴人が残したものだと思うそれによると失った方法を取り戻したいらしい法律家ってそんな仕事もするのか大変なんだな 遺言の内容を執行することも法律家の仕事の一つだもちろんこのような依頼は多くないそれに双眼鏡縁もそうめったに来られる場所ではないあら知っていたのねうわー誰だおっとやはりここにいたか 名のある法律家が双眼巨炎にまでやってきて私の意見を聞く必要なんてないと思うけどイエランがいるところで私みたいなのが好きかってできるわけがないだろうここいつ一体何者なんだ彼女はイエランリウェのうん一応総務士に勤めているってことでいいのか <laughs> とにかく私の友人だ ええそれで構わないわこの辺りにはたまたま仕事で来ていたの君たちとはちょっとした縁で結ばれたというわけね君たちは私のことを知らないかもしれないけど私は私の仕事は双眼巨縁を観察することよ君たちがここで何かするなら規則により私も同行させてもらうただ今回は他にも仕事があるの だから残念だけど最後までは付き合えないかもしれないくれぐれもトラブルを起こさないよう慎重に行動してちょうだいこれは参ったな頼みたいことがあったんだが昔のよしみでこの遺言のために少し時間を割いてくれないだろうかそのお願いを聞くからには誠意を見せてもらわないとねああもちろんだともガイドの依頼料はもちろんだが たたまたまピンバーやからいい茶葉をもらってねよければお茶をご馳走させてくれ <laughs> とりあえず今回の目的を教えてくれるかしらおいおめえらどうしてイットがここにくッシわざと違う方向を教えたな旅人俺様の味方じゃなかったのかよお待ちを。 ん誰だお前申し訳ないけどここ一帯は双眼という名の用地部外者は立ち入り禁止なのふざけんな警告も策もねえくせに入るなだと本当に危険な場所は注意喚起するような掲示を行わないものよここってそんな重要な場所だったのかああここは気軽に出入りできる場所ではないだからこそ 2人についてきてほしくなかったんだあれほど断ったというのに無視されるとは残念だリーゆえに対して数々の貢献をしてくれた旅人リーゆえの法律家として名高いエンヒ私はこの2人の立場と行動を信頼しているからここでの活動を阻止しなかったでも君たちの場合ああどういう意味だこの俺様が 有名じゃないとそれともなんだ俺様が何か企んでるとでも思ってんのか君の素性が不明だから行動を制限させてもらうだけよ。それに、エンヒは君の助けを必要としているように見えないけど。はっそんなのどうして分かんだよお前はこいつの母ちゃんかだって一目瞭然じゃないの。君の方こそ。 稲妻からリーユェに来たからには合に従ってもらいたいものねお前落ち着いてくれ親分彼女の言い分は正しいおいおい喧嘩になりそうだぞ何とも面倒なイエランとは正面からぶつかってはいけないというのに私たちはこの地の事情を知らなかったんだ そこまで言うのなら早々に離れようただ本当に危険な場所なら警告文ぐらいは出した方がいいと思うがなご意見ありがとう考えておくわもし俺たちがここを離れないと言ったらどうする親分あらそうじゃあ不愉快なことが起きるかもしれないわねああ 俺たち二人間に勝てると思ってんのかいい度胸じゃねえか旅人と遠比の友達とはいえ私の忠告は聞いた方がいいわよはッ <laughs> 面白い俺様は人に指図されるのができれいでなそんなに自信を読んだらお手並み拝見といこうじゃねえか待ってくれ親分 ここで争う必要なんかないだろういやこうなりゃ意地でも中に入ってるそれをこいつに何ができるってんだ <laughs> この私がただのチョークを言っているとでもまずい本当にケンカするつもりだぞちょっと待ったことの発端は私にも原因があるまずいこれはあ話をそらすな俺様は

これはどどこなんだここえっすっつっおいみんな大丈夫かな、はあ、とんだ災難に見舞われたものだなオイラたち一体どれくらい落ちてきたんだ 先ほどの口論中に地盤が崩れたようねもしかしたら元素力が作用して俺様のせいじゃねえぞあんなひでえ言われ方したら誰だって腹立つだろう部外者の侵入を阻止するそれが私の仕事よ責務を貫くのがひどいというのなら君の心いくらなんでも弱すぎるわてめえ俺様は 屈するのが嫌いなだけだけ親分口で勝てない相手に反論しても意味ないと思うよ忍お前どっちの味方なんだよ事実を言ったまで気持ちはわかるがすぐに頭に血が上って喧嘩ばっかりそれで周りに迷惑をかけるのはどうかと思うんだが一等のやつ 口ではイエランに負けるし忍にもむかなんだとオイラとイット一緒にするなよおいおいおい,おいそりゃどういう意味だ喧嘩売ってんのかオイラは事実を言っただけだぞイットがバカだってことは常識だろこの俺様がバカだとちゅお前なんか 空飛ぶチビスケだ。空飛ぶチビスケ？くにゃい。ならおいらだってダサいあだ名をつけてやる。うん、そうだな。うん、お前は牛使い野郎だは。今度から牛使い野郎って呼んでやる。私たちはだいぶ高いところから落ちたようだ。上の状況が全く見えない。 この高さ直接登るのは不可能ね他の道を探さないとみんなおしゃべりに夢中なところ止めちゃって悪いけど伝えておかなきゃいけないことがあるわ双眼巨縁はリーゆえでも神秘に包まれた地で原則として私は皆を敵に回すようなことはしないはあんであいつ行っちまったんだきっと出口を探しに行ったんだろう イエランは私たちの中でも最も危機的状況の対処に長けた人物だここは黙って行かせよ基本的に遺言の内容を関係者以外に公開することはできないだから本当のことを二人には伝えられなかったんだすまない私は遺言に書かれていた大義版を手に入れるためこの双眼巨炎にやってきたその方法は何年も前に いずれ必要な場所で役立つようにと私の依頼主が獅子に渡したものだそして目撃者によるとその方法を受け取った男は双眼鏡苑へ向かった後行方不明になったという双眼鏡炎は歴史上数多くの戦争が起きた場所だたとえその者が争いの中で亡くなっていたとしても私は奉納を取り戻すのに最善を尽くしたい依頼主の願いを叶えるためにもな さっきイエランが話したことも全て事実だ双眼巨炎には危険が潜んでいるお前たちも身をもって体感しただろう今はこんな状況なんだ力を合わせて突破口を探すしかない恩人がそう言うならまあここは顔を立ててやってもいいこっからは全員仲間だ一応あいつも仲間として見てやる で働いてるんだよななんだか妙に凄そうな人だったけど総務士の仕事ってああいった能力まで必要なのかまあ世間一般には総務士で勤めていると言って間違いない彼女の身分についてはあまり多くを明かせないんだただこの仕事は彼女にしかできないってことは確かだ一体どんな仕事なんだよ 仕方場所で働かないといけねえなんてはっおいら知ってるぞ冒険者だろなんだよその顔おイいらたちも同じような感じだし間違ってないと思うお前なんだか最近ケチになったな肩書きぐらい借りたっていいだろうそうだぞ旅人お前はパイモンの親分だろ親分なら 親分らしく子分を可愛がってやらねえとオイラたちはそんな関係じゃないぞパイモン親分の突拍子もない発言は気にしないでくれフン忍がそう言うなら見、うん、ろしてやるおいはあ、親分はこの俺様だぞ俺が譲歩してやってんだ <laughs> まさか ここは記録にないもう一箇所の封印の内側なのかしら一体ここには何が食料と水を持ってきているもし必要なら言ってくれおおさすがだぜ牛使い野郎ヤロは賢くないけどお前の部下は頼もしいな <laughs> 俺様もそうってだと 俺様だって賢いっつうの前方に何やら入り口があるようね奥に道が続いているみたいだわどこに繋がってるんだろう行ってみようぜ <noise> 秘境の入り口があるなんて不思議だな入り口があるなら出口もあるはずだうん。本で読んだものと同じだ <laughs> おっと<た> <laughs> あ,あ、そう駒馬大勢どうしてこんなところに 今しがた降りてきたところだ轟音が聞こえたゆえ確かめに来たうっかり落ちちゃったのかならオイラたちと一緒に行動しないか遠慮する我には他にすべきことがあるか人探しだここはお前たちが来るような場所ではない早々に立ち去るがいい相変わらず。 風のように現れて風のように去っていくなさっきのあんじゃんかなり気合い入ったやつだったなこの俺様とご角にやりあえる手だれみてだった牛使いやろうのくせにその自信どっから来るんだよあの方を一人で行かせて本当にいいのかあいつは一人で行動するのが好きなんだそれに。 人の話なんか聞かないしなでもすごいやつだから放っておいても大丈夫だと思うぞみんな気を引き締めてちょうだいこの先何があるかわからないわ周囲によく注意して常に心構えをしておいてお前らを仲間と認めはしたが俺様にはズバ抜けた才があるこいつの注意も案内も俺様には 必要ヨね親分ああわかった、わかったよおいらはイエランがいると安心感が増すけどな私使いやろ、外国から来たんだからみんなと仲良くしないとダメだろソラトボチビスケお前はこの国のやつじゃねえだろ との契約を守りますこの形式の迷宮は確かにリウエならではのものだなんつー珍しい場所なんだ急いでなけりゃここの景色を感動できたかもしんねえな。 もしかしてここにも千人がいるのか おかしいどうなってやがるんだオイラたち戻ってきちゃったのかここさっき通った場所だよなうん出発地点のようだなオレらは道を間違えてねえはずだずっと出口を目指して進んでた道を戻ったりもしてねえええ、私もそう思うわ。 旅人俺ら道を間違えてねえよなうーんどういうことなんだそういや稲妻にはこんな話がある商人が夜道を歩いてるとタヌキが妖術で同じところを一晩中さまよわせるらしい夜が明けるまで抜け出せないとか日田翔のことだなオイラも知ってるぞなら 話が早いつまり、俺たちは今、そういうのに、遭遇したってことだ。だが心配いられえ。俺様には、ジャキを払える、スっットがいるからな。こういう時は、そいつを呼べばい,い。いットって、鬼なのに、ジャキを払える友達がいるんだな。なんていうか、紐が座ってるな鈍いとこが 親分が楽しく生きていけてる理由だからいでよ牛尾う<ー>こいつが新たき派の隠れ構成員牛尾だ<ー>おう牛尾が挨拶してるみてえだぜお前らこいつ隠れ構成員なんていたのね 私には頼りなさそうに見える。さあ、どうでしょうね。行け、後ろ。うん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 。ああ。なんだって。どうしたんだ。道に沿って、全部探したらしい。いや。入れるのに、出られないわけがねえ。 気づいたか最初、私たちは上の方から落ちてきた。つまり、高いところに出入り口があったはず一体これはこの地底の建物はこの辺りを調べてみます。この辺か。おい、なんだ怖くなったのか。別にお前が怖がってんの牛を感じ取ってるみたいだぜ。立ち止で待っててもしょうがねえ。もう一度、探すぞ シロブ、おま…わかった本人だなんて大げさな…それほどでもねえよそれから、俺様に… 3なんていらねえぜ <laughs> <し>本当に…一体、どうなってんだご…親分、そっちはどうだったそれに…さっきチラッとだが…冗談なんか言ってる場合じゃないけど…そうじゃねえ 俺様が言ってんのは姿が消えたあららバレてしまったみたいだな親分 <laughs>、うん、どうやらすっにやるっす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  焼きすみレウリだおいしいから食べてみてくれああ塩味と甘めの味付けの2種類あるんだがどっちがいいそうかじゃあ2つやろうこのような状況だからこそ心の平穏を保つのは大事もし私の推測が正しければここには私と親分が知ってはいけない秘密があるんだろうお食べ物を焼いているのかエンヒさんもどうだ いや私はお腹が空いてないから後でいいそういえば忍と会うのは久しぶりだねああ前に会ったのは私がリウへの学校に通っていた時のことだ縁日さんが先生の代わりに授業をしてくれた授業ああ思い出したみんな縁日さんの授業はとても面白いと言っていたうんいま,まさか後輩ああ しかも面白い知識を教えてくれるから学生の中でもかなり人気があったんだハハハしのぶはお世辞が上手だ全員ここにいたのねイエラン手分けして探したんだが出口は見つからなかったそっちは収穫あったかなかったわそれからあまりこれは言いたくないのだけど心して聞いてくれるかしらもし このまま道が見つからなかったらしばらく地下で過ごすことになるわうんやはりそうなるか分かったでも入ることができて出ることのできない地下空間なんてありえない引き続き試行錯誤してみるつもりよみんなも出口につながりそうな場所を見つけたら安全に気を配りながら調べてみてちょうだい 危険な顔してショウそっかあいつうじゃあやってみよう。あ<ー>反応がないショウならどこにいてもすぐに駆けつけてくれると思ったのにもしかしてあのショウでさえオイラたちの気配を感じられないのか 親分。なんだ。焼き炭で売りだ。はあ。こんな面倒ごとの真っただ中だってのに。ほ、うんうん、れ、見ろ。聞いたか。うん、補給はとても重要なことだ。牛をもそ。はっ。お前、そうことは。わ<ん>かった。まさか。こんな例え、私に知識があっても。 そのたまあお父様と楽しくいい,いい方向に考えるんだうん <laughs> そうだ <laughs> 現在出口幸い物資は今君たちも気をつけてちょうだい。<laughs>